芝がバブル目前で 200% 上昇。全芝ホルダーが待ち望む最高値更新のタイミングがついに判明しました。今回の動画で根拠とともに暴露していきます。また現在僕の公式 LINE ではこの高値更新を加味して僕が狙う最高の利確タイミングと利確戦略を限定共有していきます。まずは概要欄から僕の公式 LINE を必ず追加いただき、そちらに芝最高値とメッセージを送りください。はい、どうも、いつも動画をご覧いただきありがとうございます。送り人生産機の匠です。直近でガンガン価格を上げ続けている芝なんですが、僕の公式 LINE にはこの相場状況も加味して、芝って今が最高値なんですかとか、芝はここからまだ価格上がりますかといったご質問を多くいただくことが増えました。芝は長期的にガチ押してきた方も多いので、いつ最高値を迎えるのか、きっと今動画をご覧になっているあなたも疑問に思っているのではないでしょうか。実はこれ、過去のバブルを分析していくとかなり現実的に最高値を更新するタイミングが見えてきました。今回の動画では芝の最高値更新タイミングを過去のバブルを反映した根拠とともに解説していきます。最高値更新タイミングを理解して適切に利確を行っていけば、待ちに待ったバブルの最大利益を芝で取り切ることが可能です。逆に知らずに適当なタイミングで利確してしまうと、他の芝ホルダーと圧倒的な収益差がついてしまい、かなりの機会損失となってしまうので、芝で最大利益を取りたい、そんなあなたは必ず最後までご覧ください。はい、それでは本編に入ります。ではまず芝の直近の動向を見ていきます。はい、こちらが芝の直近のチャートになっているんですが、3月5日にまずですね、直近で最高値を記録しています。はい、まずですね、3月5日に直近で一番の高値となったんですが、これは3月5日の1時にビットコインが当時初の1000万円を突破したタイミングと重なるため、これが要因だと考えられます。はい、でここでの伸び率は直近で上場前からなんとですね、3倍上昇以上達成している状況です。しかも直近では80イーサ分、金額にして5000万円分の芝がバーンされていて、しかもこのバーンに関してはバイナンスだったりコインベース、あとはアメリカの規模が大きい投資サービスロビンフットなど最大手の取引所もこのバーンに協力しているようで、業界全体で価格を上げに来ている印象があります。ただ3倍上昇では正直満足できませんよね。僕もかれこれ2年以上芝を持ち続けているので、最大利益を何としても取りたいところです。そこでこの動画の本題となる最高値到達が予想される今後のタイミングを共有していきます。そのタイミングなんですが、結論、ビットコインの半減期から1年目安のタイミングです。なぜこのタイミングなのかというと、過去の半減期とバブルの動きを見ると分かってきます。はい、まずですね、こちら今画面に映っているチャートがですね、2020年の5月半減期があったタイミングのビットコインのチャートとなっています。でこのようにですね、半減期が起きてから価格を上げているのが分かると思うんですが、はい、では続けて同じタイミングの芝のチャートを見ていきます。はい、こちらがですね、同じタイミングの芝のチャートとなっています。このようにですね、同様のタイミング、芝の方が1週間から2週間ほど遅れてはいるんですが、同じタイミングで価格を上げているのがわかると思います。ではまだまだ見ていくんですが、はい、で続けてこちらがですね、過去2021年にビットコインがバブルが来たことで最高値を達成した時のチャートとなっています。はい、でこのようにですね、大きく価格を跳ね上げているのがわかると思います。はい、でこちらが芝の全く同じタイミングのチャートとなっています。でこちらも1週間ほど時間は遅れているんですが、同じようにですね、ビットコインと合わせて価格を大きく跳ね上げているのがわかると思います。このタイミングでですね、芝もビットコインと同様に最高値を更新しました。はい、そして最後にこちらが直近のビットコインのチャート、このように大きく価格を伸ばしてですね、1000万円に到達して、さらに今上げている状況なんですが、はい、続けてこちらが柴犬のチャートとなっています。でこちらもですね、同様のタイミングで価格を大きく上げている状況です。なので直近もビットコインの急騰にぴったりついていくように柴も価格を上げているといったような状況ですね。はい、ここまでご覧いただいていかがでしょうか。このように過去最高値を更新したバブルから直近の相場まで一切の狂いもなくビットコインが上がった際は、芝もそれに追随して価格を大きく上げています。そして過去全てのバブルのきっかけとなっているビットコインの半減期まで残り30日ちょっと、
日付で言うと4月16日から4月17日あたりとなります。過去2回のバブルの推移を見ると、この半減期から1年から1年半後にバブルのピークを迎えています。なので今後のバブルのピークは来月中旬から1年ペースで訪れると予想ができます。その際に芝も最高値を記録する可能性が限りなく高いというわけですね。なので芝の最高値はビットコインのさらなる価格急騰を見て判断していけば現状 OK です。ただこれまでの傾向として半減期後などは一度利確する動きが増えて一時的に価格が落ちる傾向にあります。なのでビットコインの価格が落ちた際も焦らずに見ていきましょう。そしてこの急騰タイミングと同様に重要なのが適切な利確タイミングと戦略ですね。そこで現在僕の公式 LINE ではこの高値更新を加味して僕が狙う芝の最高の利確タイミングと利確戦略を限定共有していきます。なので今後のバブルで芝が最高値となった時に合わせて最大利益を取っていきたいという方はですね、この動画の概要欄から僕の公式 LINE を必ず追加いただいて、そちらに芝最高値と一言メッセージをお送りください。そして最後になりますが、もしこの動画が役に立ったと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録とこの動画の高評価、コメントもしていただけると励みになります。それでは今回の動画はこちらで以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。